パンをねじ込んだ綾波リリース、1本取り返す。さあやってきました、認定大将梅原。実はこの男、新谷アナカリストハンター時代にやっている古き良き知り合い、こんなところでばったりですねと、そんな出会いでしょうか。さあキャラは綾波リリースはジェダ、そして梅原はユリアン。梅原は今大会まだユリアンしか使っていないようですね。さあこのユリアンに対してどう迎え撃つ綾波リリース。さあユリアンは長い手足を駆使して飛び回るジェダを落としながら中段下段で揺さぶってダメージを取っていく。そしてたまにタックル、このタックルがズーズーしい。さあおっとアッパー、危ない、カスあたりに、あそこから大ダメージが待っているぞ。さあ綾波リリースがおっと投げ、危ない。さあやはりこの超ベテランは強いぞ。おさあどうする、下段当たったが浅い。おお、いい投げだったが微妙に後ろに下がっていたので投げられなかった。さあこの辺は高度な駆け引きで最後の一撃を決める。上たまー、なんであそこで上打ってんだ、全部知ってるからなんですか。さあちょっと精神的になんだよそれ的な上たま来たが、もう綾波リースは全然気にしていないようだ。さすが歴戦の猛者。そしてアッパータックル、ユフテル、これが痛い。飛び回るキャラはアッパーに引っかかるとあれが待っている。さあユリアンがヴァンパイアキャラをあまり苦にしないというのはそういう理由も十分ある。しかし体力的にはこのラウンド綾波リリースがまだリード。じっくりと長いリーチでダメージを追加していきたい。さあ下段にはつながったが投げて、さあ追い打ちはしない、これがまずいことに死んだ。梅原逆転。さあこれで未定が決勝進出になりました。さあ勝利者チームにもう一度大きな拍手をお願いします。決勝戦出場チームの入場です。ワンピー側、関東エリアアミューズメントパークネバーランド2代表覇者、関東エリアマグマックス代表ミテイ。さあこれより決勝戦です。この2チームのどちらかが日本一になります。それでは決勝戦にかける思い、両チームに聞いてみましょう。教えてください。まあ梅原さんユリアン使ってるみたいなんですけど、まあサードで培った本物のユリアン見せてやりますよ。やべえという歓声が。そして教えてください。気持ちいい。ありがとうございます。拍手お願いします。そして今からの戦いにかける思い、教えてください。見せます。そしてもう2日間で何度も何度も本当にインタビューしてる気がします。思いを教えてください。いや特にないですよね。だと思った。握手をしてください。そして最後の戦い、戦うこの2チームに拍手をお願いします。
それではお席に。さあ、大方の予想はこのチームとチキングルーヴのプラスした3チームが決勝に上がってくるんじゃないかと言われて、カプジャムで本当にこの対戦が実現するというのはなかなか難しいことです。しかしこの2チームは本当に強かった。そして時戸と梅原はほとんど今まで対戦をしていないという背景があります。一回もないと。その初対決も非常に気になれます。それでは行ってみましょう。闘技機05カプコンファイティングジャム決勝戦、レディーファイ。さあ、ここさすが決勝では孫が出てきた。そして未定はいつものようにダンス&龍が現れる。さあ、ここでカリン対龍にならない。アナカリスだ。さあ、孫は時戸とチームを組んでからアナカリスの練習に取り掛かっていた。そのアナカリス、なかなかの仕上がりという噂だが、龍を倒すだけの戦闘力はしっかり持っているようだ。さあ、ここでどうダンソンの龍が対応するか。さあ、やり込みは裏切らない。それを証明してくれるのか。嘲笑うかのように孫が一本取っていった。やはりアナカリは人間ではきついのか。さあ、2ラウンド目、どこできっかけをつかんでアナカリスを捕まえるか。そこが焦点。1回捕まえれば勝機はある。さあ、昇竜拳が絡む。孫盤石の勝利の体勢が死んで孫死んでなかった。さあ、調子に乗りながらも孫完璧な立ち回りを決勝で見せる。そしてこれはパーフェクトではない。さあ、しかし孫はいい勝ち方をしたように見える。未定大将梅原が先に剣山。それと同時に覇者は2度目の覇者となることにリーチをかけた。さあ、どうなるか。梅原ユリアンと孫カリン。さあ、孫のカリンは唯一梅原にわずかに勝率を持つカリン。カリンをきついと言わせたカリン、ここで測ったように使用してきた。さあ、画面端での攻防が続く。さあ、孫はうまく逃がさないが、ちょっとミスしたが体勢が入れ替わってしまった。これは梅原チャンス。さあ、下段をしっかりガードして、ここで孫がコンボ決めて、おっとミス、珍しい。これが攻撃か。さあ、しかし孫は落ち着いている。さあ、回復ブロー取って打ってる、まだいかない。さあ、それがあだとなるか。折り込みヒット、補正を切って、落ちない。しかし投げた、ナイスフォローだ。さあ、上原ゲージを温存したことがどう響くか。もう余裕はないぞ。時戸との決戦を前に散っていくのか。さあ、ここで梅原の2冠がかかっているだけに、梅原もそれを意識しているのでしょうか。さあ、たまたま孫が最強の挑戦者として梅原の2冠を阻止しようとリーチをかけている状況。孫が逃がさない。踏み込んで投げる。ここでの一発一発のダメージの蓄積が後々効いてくる。さあ、孫投げる。ここで折り込む。しかし、うまく逃げた上原さん。ここはさすがか。さあ、投げる。どうする、下段。逃がすか、逃げれるか、孫。やっとここで壁、壁だ。まだまだわからない。さあ、ここは微妙だぞ。おお、タックルだ。
る怖いタイミング。さあ厳しい、投げ抜け、さすが上原というべきか。バックジャンプ大キックが刺さって一命を取り留めた形。しかしゲージ状況を見るとユリアン有利。さあとにかくカリンはオリジナルコンボに、コンボが非常に強力。さあこの状況で、おっとこれは危なかったぞ。さあ1回のミスが致命傷になる。さあ孫ひよらない、タックルの後全くひよらないでコンボ決めていく。危ない、おおミスだ、上原ユピテルミスだぞ。さあ孫はこのチャンスを逃さず、危ない。さあどうなる、壁反対、見事優勝を決めた覇者に大きな拍手を。優勝チームにでは走り切りましょう。今の気持ち教えてください。やばい、うん、一番やばいと思う。そして今の気持ち教えてください。ちょっとユリアンを見せてやりたかったですけどね。まあ嬉しいです。たったとにかくおめでとうございます。大きな拍手を。